こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、キャンバスを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。分析時期につきましては2019年8月29日、時間軸につきましてはスイングとなります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、キャンバスを分析する上での前提について確認をしていきたいと思います。まずはね、いつものように掲示板の投稿ランキングの方から確認をしていきましょう。キャンバスにつきましてはですね、掲示板投稿ランキング第74位ということで、人気度、注目度ともにですね、若干微妙なところがあるのかなというね、認識であります。あと、ティック回数につきましてもですね、1272回ということで、5分足チャートがですね、なんとか完成するというね、状況の流動性なのかなという認識であります。あと、最後、日賞金とですね、信用残なんですけども、日賞金も改ざんもです、信用残もですね、改ざんが減ってきてはいるんですけども、信用残につきましてはですね、改ざんの水準、過去最高水準の、ね、位置づけなのかなというところで、若干ね、上値が重いのかなというね、イメージを持っております。分析の前提につきましては以上になります。はい、それではですね、早速チャートの分析の方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年8月29日現在のキャンバスのですね、月足チャートになります。まずはね、ストキャスティックスの方から確認をしていきたいと思います。ストキャスティックスにつきましてはですね、現在微妙なんですけども、まだね、売りサインがね、継続している状況であります。ただですね、早いラインの赤いねラインがですね、上向き傾向なので、もしかしたらね、今月か来月あたりに買いサインが出るかもしれないなというね、状況になっております。あとですね、RSI につきましては現在、ね、50% を、ね、超えてきてはいるんですけども、超え方が、ね、若干微妙なのでですね、今現在この、ね、状況だと上に行くか、ね、下に行くか、ね、分からないのかなという、ね、イメージを持っております。テクニカル指標ですね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、右上の判例にありますようにサポートとレジスタンスですね、事前に分析した内容についてですね、アウトプットしていきたいと思います。当初ね、サポートの方からアウトプットしていきます。まず最初ですね、意識されるサポートにつきましてはですね、400円付近がですね、意識されるサポートなのかなというね、認識を持っております。ここについてはですね、過去4回ね、機能しておりますので、かなりね、強いね、サポートなのかなというね、イメージを持っております。あとですね、意識されるサポートにつきましてはですね、700円付近がですね、意識されるサポートなのかなというね、イメージを持っております。これについてですね、過去2回しか機能しておりませんが、ただね、価格帯別的なのね、売り打ちがありますので、結構ね、機能した回数よりはね、強いのかなというイメージを持っております。あとですね、レジスタンスになるんですけども、1000円付近がですね、レジスタンスとして意識されるね、株価なのかなという、ね、イメージを持っております。ここについてはですね、価格帯別的なので、ね、裏付けのほかですね、機能している回数もですね、5回という非常に多いので、かなりね、強いね、レジスタンスになっているのかなというイメージを持っております。なので、おそらくね、ここを抜けてくると大きくね、上に上がる可能性があるのかなというね、イメージを持っております。あとですね、最後のレジスタンスにつきましてはですね、1500円付近がですね、意識されるレジスタンスなのかなというね、認識を持っております。ここについてはですね、過去2回機能しているのと、あるんですけども、ちょっと価格帯別的なのね、裏付けが弱いので、ここはね、ちょっと弱いのかな、レジスタンスとしては弱いのかなというね、イメージを持っております。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャットはですね、2019年8月29日現在のキャンバスの週足チャットになります。まずはね、RSI の方から確認をしていきたいと思います。RSI につきましてはですね、現在 20% のところからですね、50% のところまでね、切り返してきている状況であります。でですね、月足と同じようにですね、一応 50% 超えてきてはいるんですけども、超え方がね、微妙なので、もしかしたらね、この 50% が、レジスタンスとして機能している可能性もあるのかなというね、イメージを持っております。あとですね、信用残につきましてはですね、赤いラインが信用改ざん、黄色いラインが信用売り算になるんですけども、
まあ、ほとんど、ね、新売り算はないので改ざんのみに、ね焦点を当てていきますと、まあ、見ての通りですね、改ざんにつきましては過去、ね、最高水準の、ねまあ、積み上がり方になっているんですよね。で、どこで、ね具体的に積み上がっていくのか、ね分析していきますと、まずはじめ、ね、ここの、ねポイントですね。この大きな大陽線2つがですね、まあ、大きく、ね、信用改ざんが入っているポイントなのかなという、ねイメージを持っております。まあ、株価格帯でいきますと、まあ、この、ね、黄色い破線のところになるんですけども、特にですね、ここですね、1100円から1150円がですね大きく、ね、入っているのかなという、ねイメージを持っております。なので、まあ、この結論からいきますとですね、要は、まあ、1100円から1150円で、ね、とっ捕まっている買い方が、ね、非常に多いのかなという、ね認識を持っております。あとですね、このとっ捕まった買い方につきましてはですね、この、ね、赤いラインの、ねまあ、推移を見ていく限りはですね、まあ1100円から1150円の信用買いの、ね、残は、まあ、整理されてないのかなという、ねところですよね。なので、まあ、ここの捕まっている買い方は整理されることなく、ここですね、まあ、買い残を、ね、30万株積み上げた後、ね13万株一応、ね、支援されているんですよね。なので、まあ、まだね、含み損を持っているトレーダーがね今の状況多いのかなという、ね認識であります。サブチャートの、ね分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、月足で分析をいたしました、サポートとレジスタンスをですね、週足のチャート上に描画していきたいと思います。でですね、今ねチャートを引きで見ていきますと、まあ、微妙にですね、実態がまあね上に上がってきてますので、まあ、フラグの、ね、チャートパターン、ね出来上がっているのかなという、ね認識を持っております。でですね、フラグのチャートパターンを の、ね目標株価それぞれ、ね、上にブレイクした場合と下にブレイクした場合の、ね目標株価を、ね、アウトプットしていきますと、大体ですね、この辺り上に行った場合については1090円から1140円ですね、下に行った場合については450円から550円あたりが、まあ、ターゲットプライスになっていくのかなという、ねイメージを持っております。で、まあ、ちょっとね、上に抜けた場合については、まあ、売り圧力ね、この売り圧力がね、まあ、1000円から1150円の売り圧力が強いので、まあ、上抜けした場合については、1000円あたりでね、止まって騙しになる可能性がね、通常のブレイクよりは高いのかなというね、イメージを持っております。週足の分析については以上になります。はい、時間軸かかりまして、現在ご覧のチャートはですね、2019年8月29日現在のキャンバスの冷やしチャートになります。まずはね、RSI の方から確認していきたいと思います。 RSI につきましてはですね、現在 50% 近辺でですね、揉み合ってきている状況であります。なのでおそらくですね、 50% をこのまま割ってきたりすると、まあ、このね、フラッグのチャートパターンにつきましては下抜きをすると、で逆にですね、80% ですね、80% まで伸びていくようであれば、まあ、おそらくね、このフラッグですね、上抜けしてくるのかなというね、イメージを持っております。 RSI の分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、月足で分析をいたしましたサポートとレジスタンスですね、週足で、アウトプットしましたチャートパターンについてですね、日足のチャート上に描画していきたいと思います。でですね、今チャートを、ね見ておきますと、このフラグのチャートパターンですね、この部分ですね、この部分がフラグの、ね、上端に届いていないのが、ね確認できるかと思います。これですね、ここに届いていないと。でこれ何がいいかと言いますと、まあ、要はね、ちょっと上に動く、ね、動きが弱いのかなというね、兆候なんですよね。なので今現在ね、このラリーで下抜けブレイクしてくる可能性があるのかなというね、イメージを持っております。ですね、月足と週足ではですね、サポートとレジスタンスとですね、目標株価のですね、アウトプットしてきましたので、日足チャートではですね、値動きの方ですね、予測していきたいと思います。当初ですね、上抜けブレイクした場合のこのフラッグをですね、上抜けブレイクするような、ね、動きについてアウトプットしていきたいと思います。まずはね、このね、上抜けブレイクする前につきましては、まず1000円まで、ね伸びていくのかなという、ね、イメージを持っております。でおそらくその1000円付近まで伸びた後ですね、まあ、900円までのリテストが入って、このリテストでですね、踏ん張れれば1100円から1150円あたりまで、ね伸びていくのかなという、ね、イメージを持っております。反対に踏ん張れなければですね、まあ、700円あたりまで下落していくのかなという、ね
イメージを持っております。で、次ですね、これ有力だと思うんですけども、まあ、下の決算版についてはですね、おそらく7件付近で揉み合うと思うんですよね。7件付近で揉み合って、で下の決算版についてはね、そのままですね、おそらく450円から550円あたりまで、まあ下げていくのかなというね、イメージを持っております。反対にこの揉み合いをですね、上の決算版については1回900円までね、戻してくるのかなというね、イメージを持っております。キャンバスの分析については以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。キャンバスについてですね、分析をしてまいりましたが、いくつかね、皆さんのためになれば幸いです。またですね、この動画ではちょっと時間がなくてですね、出てこなかったんですが、相場の原理原則についてはですね、私と全く同じね、まあ、株価の予測の尺度を持つツールであります。まあ、興味のある方はですね、特に手仕舞いのポイントとかですね、まあ、メンタルにちょっと弱いという弱点がかかる方については、相場の原理原則を使えばですね、まあ、勝率というかね、勝つ可能性が上がる可能性があると思いますので、まあ、興味のある方はですね、リンクの方をね、見ていただければなと思います。またですね、この動画を見ていただいて、面白かった、もしくはね、ためになったという方はですね、チャンネル登録、もしくはね、高評価いただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。